今回は宮崎県 UMK カントリークラブアウトコースの5番ホールレギュラーティーからピンまで391ヤードミドルホール攻略を紹介します。ティーショット、サイドバンカーが右側にあり、ホール全体がやや右傾斜していることと、グリーン右手前約40から50ヤード付近に大きな池があるため、ティーショットではフェアフェイ左サイドを狙い、セカンドショットはグリーン中央を狙うのが良い。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。アウトコースの5番ホールはパー4、レギュラーティーからピンまで391ヤード、ハンディキャップは1、ホール全体が右に傾斜。狙い目はフェアウェイ左サイド。難易度は18ホール中5位、平均スコアは 5.49、 平均パット数は 2.09。 90切りの人は3オン2パットが無難、100切りの人は4オン2パットが無難です。アウトコースの5番ホール、パー4、レギュラーティーからピンまで391ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、サイドバンカーが右側にあり、ホール全体がやや右傾斜していることと、グリーン右手前約40から50ヤード付近に、大きな池があるため、ティーショットではフェアフェイ左サイドを狙い、アウトコースの5番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、セカンドショットはグリーン中央を狙うのが良い。アウトコースの5番ホール、パー4、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。